信号制御盤現代の電子、連動装置連動装置とは、鉄道において点鉄機と信号機の動作を制御し、列車が進行している間、点鉄機が転換しないように作業し、列車が進行中の進路に支障をきたす、他の進路が構成されないように、点鉄機と信号機の動作に一定の連鎖関係を持たせる保安装置である。信号扱いでが結果として、危険を招く、 点鉄機や信号機の操作を行おうとしても、連動装置がそれを防ぐ。一般に一つの停車場には一つの連動装置が備えられていて、校内の点鉄機と信号機の動作を制御している。非常に校内で関係する点鉄機や信号機の数が多く、連動装置が複雑になる場合には、適宜分割して複数設置される。 集中連動方式を採用している路線では、一つの路線全体を管理する連動装置が設置され、駅間の閉塞の制御も連動装置が担当する。駅構内には多数の点鉄機や信号機が設置されており、まさしく取り扱わなければ容易に事故を招く。人間はミスをする存在であるので、ミスを防止するためには操作の正しさを機械的に検証して、 誤りであれば受け付けない仕組みが必要となる。図に、伏線の中間駅から単線の視線が分岐する駅の例を示す。図において左から右方向を折り向きとし、伏線の進行方向は左側通行であるものとする。この駅において、視線から到着する列車が本線の上り列車として直通する場合、赤の実線の矢印で示した進路を通って、 上り線に侵入するる必要がある一方、青の点線の矢印で示したように、本線の下り列車が出発する進路はこの視線からの到着列車の進路と平面交差している。これらの列車が日本同時に走ると衝突してしまうため、これを防ぐ必要がある。連動装置は、視線からの到着列車を通すための指示を受けると、到着する。 進路上にあるすべての分岐器を必要な方向に転換した上で作上をかける。その後、視線からの到着を許可する、信号機に進行を指示する信号を現時する。この状態になると、本線への下り出発列車を出発させる指示を誤って出しても、ロックされているので分岐器は転換せず、本線への出発を許可する、信号機に進行を指示する。 信号源地を出すことはできない。ロックは、視線からの列車が到着したことを検知した後に、解除される。連動装置においては、列車が走行する際に使用する線路、分岐器の組み合わせのことを、進路と呼んでいる。視線から上り線へ到着する進路や、視線から側線へ到着する進路など、出発点と到着点、及び途中の経由点の組み合わせで進路が定義されており、 関連している分岐器や信号機が、進路ごとに定義されている。同じ線路や分岐器を使用する進路同士が交差支障のある進路ということになり、双方の進路を同時に利用することはできない。ある駅の構内で設定できる進路の数は、分岐器の設置が増えるに従って爆発的に増えるので、実際に利用が計画されている進路に限って、連動装置に設定することが多い。 その場合、連動装置に設定されていない進路は、物理的には移動可能な進路に見えても、実際に使うことはできない。信号機の検事に従って列車が走行することを保証するのは、ATS に代表される自動列車保安装置の役割である。連動装置には、単に誤りを防止するだけでなく、点鉄機や信号機の操作を簡略化する機能も付加されていて、 現在は、この機能が付いていないものは、ほとんどない。この簡略化する機能は、侵入、進出する線路と向きを、スイッチで指定すれば、安全上問題なく、震度を構成できるかを自動的に判定し、問題がなければ関係するすべての点鉄機と信号機を自動で動作させる。この機能が付加された、連動装置では、個々の点鉄機や信号機を操作する必要はない。 なお、単線区間で列車の運転方向を決定する方向テコは連動装置内に組み込まれているが、分類上は閉塞装置である。方向テコを取り扱うことにより、反対方向の信号機は全て停止信号になる。誤った操作ができないようにするために、車上、会場、連鎖という仕組みがある。最も基本的な安全確保のための論理であり、駅構内では、 出発信号機、場内信号機、入れ替え信号機、誘導信号機、入れ替え標識を操作して、列車の出発、到着、入れ替えなどを行うが、それぞれが独立して、動くようにしてしまうと、誤った操作をしてしまった場合、列車が分岐器を通過中の際に点鉄機が動作して、車両の脱線や台車の泣き分かれを起こしたり、または、 同一の線路に二つ以上の列車を運転させたり、他の支障する進路を開通させて、列車を運転させることで、列車同士の接触や衝突を起こしてしまう。それを防止するためには、列車が分岐器を通過中には、点鉄器を動作しないようにするとともに、同一の線路には、一つの進路だけを開通させて、他の支障する進路は開通させないようにする必要が、出てくる。 そこで、信号機、入れ替え信号機の操作テコと分岐器の点鉄機の操作テコの間で、一方のテコを操作した際には、他方のテコをロックして転換できない状態を作上といい、ロックが解除されて転換できる状態を解上という。作上には、機械的に行う機械作上と電気的に行う電気作上がある。連動、またはインターロックとも呼ばれている。 信号機、入れ替え標識と点鉄機を誤った操作により転換させることを防止するため、信号機、入れ替え標識と点鉄機の間に電気的、または機械的な作業関係を持たせ、相手の信号機、入れ替え標識と点鉄機との関係を拘束し、操作対象の一連の操作を規制するものである。作業にはいろいろな種類があるが以下に代表例を示す。鉄座作列車が 分岐器を通過している最中に分岐器が途中転換すると危険である。このため分岐器に列車が差し掛かっていることを検知して、その間は分岐器を転換できないように作業する。この作業を鉄座作業という。初期は鉄柵管をレールに装着し、車輪によって押し下げられることで点鉄器を作業していたが、現在では分岐器及びその周辺の軌道に軌道回路を設けて、 在線検知を行い、電気回路で作業を行っている。接近作業場内信号機や、通過列車がある場合の出発信号機が異端、進行を現時した後、列車がその信号機の外方を一定区間に接近、または進入しているとき、信号機を急に停止現時にしても列車が止まりきれず、信号機の先の区間へ進入する恐れがある。このとき信号機が停止を現時しているが、 だからといって、すぐに、進路上の点鉄機の車上が解除され、分岐器を転換できる状態になるのは危険である。このため、接近区間に列車があるとき、信号機を停止現時にしても一定時分経過するまでは、点鉄機を車上する。この車上は、列車がその信号機の内方に進入するか、その信号機に停止信号を現時させてから、一定時間後に解除される。 保留車上接近車上と同じような使われ方をするが、こちらは列車の位置に関係なく進行を指示する現時から停止現時にすると常に一定時分経過するまで点鉄機を車上する。出発信号機の現時を急に停止にしたが、すでに発車してしまった列車が止まりきれずに信号機の先に入ってしまうという事態に対応するための機能である。表示車上接近車上。 保留作業ともに信号機を停止源時にしてから一定時分経過後解除をするものであるが一万一何らかの故障で停止源時への制御をかけたにもかかわらず信号機自体が停止源時になっていない状態すなわち進行を指示する源時のままであった場合に解除をされて行くのは列車に対し危険であるこのため信号機が停止源時にならないときは作上したままにする 会場には、信号機の停止源時の表示を調査している。硬さ上、A、B のテコ相互間において、A のテコが定位の場合、B が定位、単位のいずれの時でも作上されないが、A のテコが半位の場合、B のテコは定位、または半位い,いずれか一方に作上されるものが、A の B、A の硬さ上である。B が定位に作上されるものが、定位偏作上。 同じ区間くらいに作乗されるものが範囲変差乗である。定位変差乗においては、B が半くらいの場合、A を定位から範囲にすると、B は半くらいから定位に転換されると同時に作乗がかかり、B は再び範囲にできなくなる。範囲変差乗においては逆になり、B が定位の場合、A を定位から範囲にすると、B は定位から範囲に転換されると同時に作乗がかかり、B は 定位に戻せなくなる。いずれの場合にも B が定位、単位どちらであっても A のテコは範囲に転換できることが偏差状でない通常の差状とは異なるものである。連動装置の動作論理は連動図表を用いて表される。連動図表には対象範囲の線路の配置図と分岐器や信号機に付けられた番号及びそれらの分岐器や信号機の差状に関係する他の 分岐器や信号機、軌道回路の番号などが表示されている。連動装置に関する知識があれば、この表を見るだけでその駅の連動装置が、どのように動作するかは、一目瞭然となる。作動を持たせる原理は、点鉄レバーと和や、作業管などで構成される機械連動装置、リレーにより、電気的に連鎖を行う、軽電連動装置や、コンピュータを用いて行う。 電子連動装置等がある。この装置により、分岐器の開通方向と信号機の現時は、絶対に同期している。機械連動装置、デバルタワー、デプレインズ、イリノイザーカ1994、栗原電園鉄道若柳駅にあった点鉄テコ、連動装置の形式に関わらず、連動装置には一種二種三種が存在する。一種は、すべての装置を、信号庫基礎から、 操作できるもの、2種と3種は点鉄機などが現場扱いとなっているものを指す。連鎖の方法を組み合わせて、第一種軽電連動装置、第二種電子連動装置などのように呼ぶ。19世紀初めに鉄道が実用化された当時、信号機や分岐器は現地付近に設けられた点鉄テコを利用して転換するもので、何も連動の仕組みは備えられていなかった。 まず、1839年7月1日に、イギリスのロンドンクロイドン鉄道が、ロンドンブリッジ駅とエースとクロイドン駅の間で、開業した時に、ロンドングリニッジ鉄道と接続するために、神戸ツレイン駅が設置され、この駅において信号を手、この集中化が初めて行われた。これは現地に行かなくても分岐器の操作ができるように、信号告書に、 点鉄テコを集中したものであった。テコの間の連鎖は、まだなかったが、一箇所で集中して取り扱う、発想の最初のものである。続いて1843年、同じくイギリスのサウスイースタン鉄道で、ブリックレイヤーズ・アームズ駅に、テコ集中装置が設置され、これには、極めて簡単ではあるが、機械的な連鎖機構が組み込まれて、互いに支障をきたす進路のテコを引くことが、 防止できるようになっていた。1855年にはフランスゲームビグニエルという人物がくさびを利用してテコ同士の連鎖を実現する仕組みを考案している。ロンドンブライトン鉄道とロンドンクロイドン鉄道が1846年に合併して誕生したロンドンブライトンサウスコースト鉄道で働いていたジョン・サクスビーは1856年に 現代において使われている連動装置の原型となるものを設計した。その確実な機能が認められて、同年特許が与えられ、早速、ブリックレイヤーズ・アームズ駅に取り付けられて、1858年1月10日使用が開始された。この時に、英語のインターラキングマシンという言葉も考え出されている。サクスビーはこれをきっかけとして1861年、 信号機器製造事業を開始し、j ファーマーと協力して1863年、サクスビーファーマー社を設立した。この時期は他にも様々な機構が開発されている。1859年には1本のテコだけで作業をできるようになった、現代のような点鉄テコを持つ連動装置が、オースチン・チャンバースによって発明された。1865年には、 グレートウェスタン鉄道のギシミッチェル・レーンが、ラックオピニオン式の連動装置を開発した。初期の連動装置は、支障を来たす進路のテコを引くことを防止できるだけで、分岐器の途中転換を防ぐことはできなかった。1868年、リブシー、エドワーズ、ジェフリーズの3人の技術者によって、ロッキングバーと呼ばれる機構が開発され、 これに、サクスビーが開発に協力して1870年に、ディテクターバーが開発された。ディテクターバーは、レールの脇に取り付けられて車輪が踏むことで押し下げられ、下がっている間は分岐器が転換できないように、ロックする機構であった。日本語では、鉄柵管という。これが取り外されていたことが、西成線列車脱線火災事故の原因の一つとなっている。 1875年、ロンドンサウスウェスタン鉄道の信号局長だったジェームス・アーネットにより、アーネットキーが発明された。これは連動装置の管轄外になっている側線へ、通じる分岐器と連動装置を結びつけるものである。分岐器を操作する点鉄テコには、鍵が付いており、入れ替え作業などを終えて、本線の運転に、 支障のない側に分岐器を転換すると鍵を抜くことができるようになっている。鍵が刺さっていない限り、側線の側に分岐器を転換できない構造となっている。この鍵を信号呼気書に持っていって、信号テコに差し込むと、本線の信号機を信号源時に変えることができるようになっていた。同じく百七十五年、機械式連動装置の決定版となった。 サックスビーファーマー式連動機が登場し、アメリカ合衆国、ニュージャージー州のイーストニューワーク駅で使用開始された。これは世界中で用いられ、日本でも軽電連動装置に切り替えられるまでは広く使用されていた。現代においても発展途上国を中心にまだ使用している例がある。日本では1887年、 品川駅構内の東海道本線と山手線の分岐箇所に新橋工場製の機械連動装置が設置されたのが最初である。1872年、ロンドンの地下鉄であるメトロポリタンディストリクト鉄道にウィリアム・サイクが開発した自動信号装置が設置され、1875年にロックブロックシステムとして特許を取得した。ロック ブロックシステムは連動と閉塞の機能を同時に行えるとともに、信号機へも自動的に表示される画期的なものであった。列車が進行してトレットルを踏むまでは解除されないなどの機構が備えられており、イギリス国内はもとよりその後アメリカやロシアでも急速に普及した。日本でも1896年4月1日、日本鉄道の上の大宮間が伏線化された時に、 この装置が導入されている。ありがとうございます。